んばんは。6月14日金曜日夜10時30分です。あやことあやかのランデブー。このラジオは宇宙空間で別個の軌道にいる宇宙船同士が意図的に出会うことや人と落ち合うこと、恋人同士が会うことを意味するランデブーという言葉を借りて、今日はあなたと声を通じて出会いたい、そんな思いが込められています。このラジオは NRS 中市レディオシンジケートからお届けします。パーソナリティは彩香と彩子です。はい、はい、ということで今日はやりたくないことをやってみようと、うん、言葉の不思議の2つのコーナーをお送りします。はい、はい、それでは始まります。いや、やりたくないことやってみようのコーナー、はい、この前なんかお話ししたときに、早くちゃん、満月に向かって自転車で走るっていう案が出てたと思うんですが、はい、そうでした。なんと最終的に決まったのが、何でしたっけ。算数の問題を解く、変わりました。変わりましたね、ということでちょっと一回、もう先に見てみたいと思います。はい、ではお願いします。あやことあやかのランデブーのやりたくないことをやってみる人の第3弾で、もうね、最近あやかちゃんいつも持ち歩いてるんですよね。今回はあやかの番なのでやりたくない算数の問題を解くということをやっていこうと思います。算数が苦手なんじゃなくて、解くのがすごくめんどくさいということで、めんどくさいの定番というか100マス計算の掛け算編を今からやりたいと思います。はい、ということで2分でどこまでできるか頑張ります。やだやだやだって聞こえた。わ、早い。これ早送り早送り。マジ？ちょっと待って。はい、私がまあここまで解き終わりましたということで採点をしてもらいながら、その結果はラジオで、話したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。何？もうやだ。見せたくない。もうやだ。9の段の5まで行きました。あと 3桁。3桁だけ3桁もやる。間違えてそう。やだね、もうやだ、やりたくない。はい、ということで私も2回目ですよね。ちょっとこの、計算をしている最中には同席できず、動画で確認という形になりましたが、はい、いやー、あやかちゃん最後もうやりたくないっていう、出た言葉が聞こえてました。これなんか誰の計算なんですか。宿題？ネットから拾ってきました。弟の、ではなくて、ではなくて、まあ、やりたく、私が算数を解きたくない理由は、計算が分かんないとか、苦手とか、公式が分かんないとかじゃなくて、その途中式がすごいめんどくさいっていう、めんどくさいっていうことなんですよ。はい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 。なのでその、めんどくさいの、定番といえば、100マス計算だろうっていうことで、はい、一応その100マス掛け算を拾ってきて、それをやりました。なるほど。
なんかね、いつもの彩香ちゃんとちょっと違ったように見えました。え、苦い顔。あだって嫌だったもん、本当に。なんか彩香ちゃん別に計算が苦手なわけではなくて、うん、もう めんどくさい。そう、点数は、うん、なんか全然取れるし、うん、いつも90点台とか100点とか、うん、別にあの悪い赤点ばっかとかでは全然なくて、テストだとまあ本気出すからやるんですけど、うんうん、ただただこう数字書くのがすごい面倒くさくて、なるほど、やりたく、もう本当に嫌ですね。これ結局計算、何点だったんですか？あ、じゃあ結果を発表します、はい、お願いいたします。じゃん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 、じゃらーん、100点中61点。お、61点。うん、もうこれ微妙すぎて。確かに、なんかもうちょっと30点ぐらいかなと思ったけど、うん、案外61点そうで、ね、なんだっけ、途中まで解いて3問間違えました、うん、あ、3問4721、うん、4729、あやこさん、バレた、バレた。でもね、あやこちゃん今日ね、この計算が来た時点で私ね、あいたと思ったんですよ、うんうん、なんでかっていうと、あやかちゃんと同じ目線でなんかね、見てしまう自分がいる。苦手ですか？めっちゃ一番やりたくないのが、もうね、学問の中で数学なんですよ。あ、そう、で、そう、あやかちゃんのその、なんていうか、そのめんどくさいではなくて、うん、私はとにかく計算ができない。あー、そうか、そっちタイプか。もうめちゃめちゃ今日は突っ込みたかったのに。クロック50。え？クロック50し。あー、し？え、54。くご、くご40。え？くご45。やべ。やべ。いやね、その3つだけです。あとは、うん、大丈夫だったから、まあ、60点は合格の範囲内かな、うん、なるほど。わ、でもなんかね、ちょっと私的には結構安心しましたよね。なんで？だって計算、だって黒く、今なんて言った？黒く 50？ 黒く50でしょ。黒く 50？ うん、もう何も言いたくないもん。本当に黒くはね、すぐ出る。すごい、もうすぐ出る。めっちゃ、バカに、すごい英語でバカにされる。嬉しい。上には上がいる。い、本当に嫌だった、うん、でもなんかそれがね、あの最後のもう嫌だっていう一言にもうすっごいなんかもう魂込めて言ってるのが伝わりました、うんうんうん、そう、うん、だ、ね、うん、本当に笑顔で言ってるけど心の中では本気の殴りかかる勢いの嫌だ。動画撮ってる人が被害者になるんです。動画撮そう、いや、早く止めてよっていう。え、はい、ありがとうございましたって、もうちょっとあのもういい気分じゃないけど、うん、そのもうはいはい終わろう、はい終わろうっていう時に、うん、うん、みたいな、止めない、もう嫌だ。いろんなもう嫌だがもうね、入っちゃった。確かに、うん、なんかね、計算嫌いにとっては2分は案外長い、うん、うん、2分、そう、2分で100マス解きましょうっていう風に、うん、まあ、一応あのそのタイム制限をして解いたんですよ、うん、まあ、3分あったら最後まで解けたかなって感じですね。なるほど、じゃあこれ第2弾やりましょう。嫌です。3分。嫌だ。3分。嫌だ。ほんと、次はあやこさんの番なんですからね。楽しい、楽しい、あ、楽しい。もう今日本当にラジオ収録したくなかったもん。あ、思い出すから。でもね、あやかちゃん、私本当にあのマラソンの時は分からなかったんですよ、うんうん、あの本当にあやかちゃんが嫌がってるっていうのが本当に分かんなくて、うんうん、なんかそうでもないかなと思ってたんですよね、うんうん、ヘラヘラしてるから。そう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 。でもね、自分のあのダンス収録の時に数日前から本当に嫌になってきたんですよ、うん、ほら、それですよ。うん、だってね、うん、この100マス計算のプリントを用意したのも自分、うん、辛くないですか？この動画を編集したのも自分。こんな辛いことないですよね。自分で自分はの苦しいところに確かに行っているっていう、うんうん、もうこの
問題探すときめっちゃ苦しかったですもん。あこれだったら解けそう、うん、あでも解けそうだとラジオ的に面白くないとか、うん、なんか私芸人なのかなって思いながらこう、ね、自分をどん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 削りながらちょうどいいところの問題を探し、うんうん、何個かセレクトして、うん、これが一番面白くなるかなとか言って探しとるのがめっちゃ嫌でさらに嫌になって動画撮り終わってもその編集は自分でするっていうもう最悪今も自分でもう一回見て突っ込まれるっていうね。でこれがネットに上がるっていう、確かに本当やだ。確かにね、うん、どうですかもう一回やっちゃいますか。うんもういいや、もういいや、やっぱりだから嫌なことはやっぱ嫌なんだ。嫌ですね。そっか、そうこのねえ、うん、やだ、なんでやりたくないことやりよっちゃろ私たちこれ検証ですよ、検証研究。あ研究、うん、まあだってやりたいことで生きていくみたいなのが流行ってるから、うんうん、私たちみたいな甘なじゃくな人間は反対のことをやりたくなる。確かに、とか言っときながらやりたくない。あなんかもうやだ、言えば言うほど嫌になってきた。やるって言いましたね。言ってない言ってない言ってない。ということで、うん、また第2弾が彩子さんの番なんですからね次は。そうですよ、その次を楽しみにしてきます、はい、じゃあ、はい、次の彩子さんのもぼちぼち考えなきゃ、ね、そうですね来月、うん、なんか嫌なこと、うん、なんかでも確かにそのこの前彩子ちゃん、あや彩子さん自分でも、ちょっとちょっと今のなちょっと一回カットしてくださいね。いや彩子ちゃんが絶対選手カットいや彩子ちゃんがほらなんかうんってずっとなんか悩んでたやん、うん、あの、うん、やりたくないこと、うんうん、あの意味が分かって、あ、うん、今日やりたくないことやるってことはその時に何なりとこう自分のやりたくないこと出さないかんなと思って考えたんです、うん、朝、うん、でも確かになかなか出てこなくて唯一一つ、うん、もう本当に鳥肌が立つぐらい嫌なのが虫。あー、うん、確かにそうだ、うん、夏だからいっぱい出ますね、うん、私あのど田舎生まれど田舎育ちなんですけど、うん、まあいくらその空間にいても虫だけは大嫌いですね。あもう全般ですか。例えば足がいっぱいあるのはダメでなんか4本だと大丈夫とか蝶々系だと大丈夫とか。とそう4本は虫じゃないっていうコメントが入りました。カエル、あ、虫じゃないんだ。あ、そっか。あ、爬虫類か。そうだそうだ。そっかそっか。ああ。でもなんかあでも爬虫類もダメだ。とにかくその虫と爬虫類で、うん、テントウムシとアリと、うん、かろうじてクモは大丈夫。うん。あとはなんだろう。蚊も大丈夫か。蚊の方が無理かも、うん、私蚊絶対潰せない。蚊は全然パチンとできるし、すごい。ハエもツンツンしてって言われたらもうすっごい嫌がりながらもできるっていう。無理だ。ただもう本当に嫌なのがナメクジとかあのヌメってしてる。あ確かにな、嫌だな、うん、それは私でも案外大丈夫だから、うん、そこはいじれるか。そう、あそっか、うん、私本当にダメなんですよ。でね、一回の実家暮らしの時に、うんうん、夜中、うん、暗闇の中をこう、ね、廊下のこう、うんうん、壁を伝えながら自分の部屋に向かってたんですよ、はいはい、そしたら次の瞬間、うん、足の裏がこうぬめっとしたんですよで廊下でですよ夜中ギヤーって言ってお風呂までもうかけていって、うん、たわしで痛いのにガシ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 みたいな足の裏をこう、うん、石鹸で洗うみたいな感じのがあってあとその残骸見たらナメクジだったんですよね。もうねそっからねもうあのぬめっとしたあの感覚、うーんやだ、もう本当にダメ。ちょっと待ってそれはやだでしょ、うん、っていうことでじゃあ一緒にしません。巻き爪やだあくちゃん一緒にちょっとナメクジ負担がでかすぎる負担がでかすぎるそっか、うん、見るのは大丈夫。いや見るのも嫌い、うん、そう、とにかく私の世界には入ってこないでほしい。あ、うん、じゃあ大好き、うん、じゃあ虫関係で何か考えてやりましょう。そうですね、それを次の皆さんのお楽しみに、
ほんと？なめくじ触れる？触れんな。じゃあなめくじ、うん、そっか増えますしね、この季節になるとまたね、梅雨時期がね、うん、まあなんか考えましょう、ね、はいはい、次はあやこさんにいっぱいいっぱい攻撃してやろうと、はいはい、これ本当嫌ですからね、本当に嫌だ、本当に本当に嫌だ、本当に嫌なんですよね、よ 何が良くてこんなことしとるか、ね、本当にだからいずれ検証してさっさとこのコーナーもね、うん、終わりにしたい終わりにしたいっていうコーナーありますそんなコーナーあるもう、ね、さっさとね検証した上で、あ、そうですね、うん、いつかやりたいことを存分にやる会を、うん、そうですね、の楽しみを増やすためにやりたくないことをいっぱい頑張りましょう、うんうん、やりたくない時のその数日間本当にどんな気持ちになるかとか、本当ちょっとそういうのもちょっと検証した上で根性2人のね、2人の答えをね、うん、出しましょう、はい、本当にということで、はいはい、ではですね、ちょっと続いてのコーナーになります。次はですね、言葉の不思議ということで、今までこうあやかちゃんがですねこのコーナーをこう知っていただいたんですけれども、ちょっと今日は珍しく私の発案で、やっぱねこう文字音には、うん、なんかいろんな意味があるんじゃないかっていうのを、うんうん、この前小耳に挟みまして、はいはい、あ、これ面白いなと思ったんですよ、うんうん、で例えば私あやこと申します、はい、はい、ということはあやこにも一つ一つその音に意味があるなと思って、うん、あ、これってこう自分でその音を知ることでなんかこうなんかのヒントになるんじゃないかなっていうのがあって、うんうん、なんかそれをちょっとゲームにしてできたらなということで、うん、はい、実は今日、あやかちゃんが2文字、うん、私が3文字、うん、言葉を選んでます、はい、ひらがなですね、ひらがな1文字ですね、うん、でこれを、それぞれ1枚ずつ引いて、まあ、3文字の名前と2文字の名前ですね、うんうん、でそれぞれ例えばあが出たらもうこれは独断と偏見で、うん、自分の思うそのあのイメージをお話をして、うん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 、最後にその例えば歩くんって出たなら、うん、あゆむくんを私たちが想像するイメージする歩くんを作り出そうじゃないかと、うんうんうん、はい、それをそう文字は一文字ずつ、うん、キャラクターを作っていく、だから、うんうん、そのこの文字は最初の文字はあの例えば性格だけとか性別だけとかじゃなくて、うんうん、もう一文字にちゃんとキャラを立たせて、うんうん、その3つがつながった時どういう名前になるかっていう、はい、うん、ゲームですね、はい、うん、でなんならこれ一人でやるんじゃなくて、うん、私とあやかちゃんの共同作業で歩む君を作り出したいなと、はい、いいですね、はい、じゃあ目の前にカードが5枚あるので、はいはい、じゃあ、あやこさんから1枚、じゃあ1枚引きますね、今日、どうします、先に3文字の子にします、3文字やりましょうか、3文字にしましょう、うんうん、はい、じゃあ私からいきます、はい、お、これが来たか、はい、い、うん、じゃあ私引きます、はい、はい、さ、じゃあ私いきます、く、いさく、いさくくん、いさくなんか並び替えますく、伊作くん、うん、じゃあ伊作くんで行ってみましょうか、細工、細工くん、でもなんか伊作くんいるっていう話があるので、じゃあ伊、どうし、あ、どっちから決めます、じゃ あ引いた人がします、あ、そうですね、じゃあ私伊を引いたので、はい、伊の伊のイメージ、なんか伊でしょ、伊、伊はあー伊の2番目ということで、うん、なんかね、イは2番手なんですよ、いつも、うん、いつも2番手のサポート役で、ほう、なんかね、どうかちょっとね、満たされないなんかがあるんだけれども、でもイはそれが天職なんですよ、ほう、人のサポート、ほう、うん、サポートするのが天職、天職、うん、とにかく一番もう自分がこう先頭に立つっていうより
2番目でとにかくこうフォローをするのが、うん、なんかあのラブコメみたいなのの、うん、あの叶わない系の男の子みたいな感じか。確かにサポート系の女の子とかね、うん、あ2番手、うん、かな。わかりました。はい、じゃあささだかな。まあ風みたいな、うん、サラサラして、あいつもその子の周りには風が吹いていて、はい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 、で黒髪、髪の色は黒、黒なんだ、うん、黒髪で、うん、この子は男の子かな、うん、男の子で、うん、さ風が吹いてるみたいな爽やかな子なんだけど、うん、爽やかだしちょいつも元気なんだように見えて、うん、ちょっと根は暗い。あネクラのね、うん、実はでも周りから見ると結構サラサラと爽やかだから、サラサラ爽やかな感じの、でもそれに誰も気づいていない、うんうん、自分の闇に、うん、みたいな。なるほど、こう差がね、うん、じゃあ次、はい、くでしょ。くは、はあ、くか、くときたか、うん、くは、なんだろう、くはやっぱ色黒。おう、はい、色黒のイメージで結構どっしりした感じの、うん、あでもこれもやっぱ男性だな。男性、結構がっちりとどっしりしたくで、なんかこうハキハキとしたイメージで、うん、どちらかというとこう器が広く、うん、みんなをこう引っ張っていってくれるような、そんな色黒の男性。男性、うん、年齢は高め。男性は35歳。35か、うん、確かにそんな感じするな、うん、なんかね40代でもないし、うんうんうん、かといってキャピキャピ20代19、10代っていうわけでもなく、うんうんうん、そんな感じだね、ね、うん、やばい、やばいですよ。これちゃんと一人にしないといけないから、はい、うん、2番手で、まあ、サポート役だが天職な子なんだけど、うんうん、子で、うん、黒髪の色黒で、うん、どっしりとした35歳男性、うんうん、爽やかで、うん、器がすごく低くて、はい、ハキハキしてるんだけど、うん、実はネクラな男。ネクラやばい、これが伊作さん。伊作さんですね。これめっちゃ面白い。確かにこれなんか名付けのなんかね、うん、ヒントにならないか。伊作くんってつけないか。だからそのうん、サブタイトル的な感じで名前をつけるときにわかります、いいこと。彩香ってつけたら、うん、私は彩香って言うんですけど、彩香、うんうん、なんですけど、まあちゃんと意味を、漢字の意味とかはあるけれど、実は兄はこういう意味があってみたいな、はい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 、サブタイトルをつけるの、はい、結構楽しいかも。その名前に思いを込めすぎると、うん、収集つかんくなるときに、うんうん、一文字ずつあるよって言えば、あー なるほど、なんかね軽くなりそう。でもこの前 あれなんですよね、中川のミリカローデンで、うん、池川明先生といって、うんうん、体内記憶の研究をされている産婦人科医の先生がですね、うん、おっしゃってたんですけど、子どもたちが言ったらしいんですよ、うん、自分の、まあ、使命っていうか、はい、そういうのを実は名前に残してきているっていう、ほう、うん、というのを聞きましてですね、へーと思って、ちょっと今日そこからね、はい、インスピレーションを受けて、うん、でもなんか本当なんか楽しいですね。楽しい、めっちゃ楽しい。それぞれのイメージが、そう、伊作さんが私たちの中から生まれましたので、はいはい、生み出されましたね。どこかで今ファーンと宙を舞っているので、誰か誰かって手をつないであげてください、はい、こ怖い怖いファーンって怖い怖い怖い。じゃあ次行きましょう、はい、次、はい、
二文字。じゃあもう一回二文字ですね。じゃあこれ一回伏せますよ、うん。で、ちょっとシャッフルします。シャッフル。はい。また同じ文字が出るかもしれない。じゃあ次、あやかちゃんからお願いします。はい。ひ。ひ。ひさ。はぁ、かわいい。これでもなんか、どっちでもいけそうですね。うん。男性でも女性でも。ひからイメージ言いますね、はい、うん、そうだな、ひか、この子は小学生の2年生かな、うん、小2で、うん、ランドセルの色が茶色、うん、あ、茶色なんだ、うん、個性あるな、うん、で、うん、ね、しかも渋い、うん、あんまり喋、うん、らないっていうか、うん、クラスのマドンナ的な女の子、はい、女の子と来た、うん、マドンナ的な女の子で、うん、男の子たちの間では一番可愛いって言われてるけど喋、うん、りかけられない、はい、系の、うん、あのもう女の子で、なるほど、それミステリアスってこと、うん、ではなくて可愛すぎて、あ、そのもう、なるほど、で、男っ気がないみたいな、なるほど、ザ可愛い子、うん、だけど清楚みたいな子、うん、なるほどかな、もう出来上がってるみたいなイメージで、うん、いつもワンピースを着ているイメージ、うん、はあ、何色の、うん、水色、あ、水色なんだ、うん、かな、はあ、それが、うん、私の考えた日です。日、OK です。では次、さ、うん、さは、わあ、さっきもね、あやかちゃんのさが、はい、なんかこう、じわじわと私の脳裏に来るんですが、うん、さ、うん、さはなんかこう、さっさと進んでいく感じ、はい、もうさっ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 とこうゆったりゆったりじゃなくて、うんうん、もうさっさっさっさとこうテンポがいい感じで、うん、あとやっぱりね、やっぱりこれは出てきちゃいますが、爽やか、うんうんうん、すがすがしい、あ、ここでまた水色が来た、はぁ、火とかぶった水色で、あと白、白、うん、で、やっぱ女の子かな、さ、女の子でなんかハキハキと物を言う、うん、テンポよくおしゃべりができる、テンポが結構キーワードですね、あと水色と、あ、うん、できた、ひさちゃん、うん、ひさちゃんになりましたね、ひさくんではなくひさちゃんになりましたね、ひさちゃんですね、うん、じゃあひさちゃんは、はい、お願いします。小学2年生の女の子です、はい、似合う色は水色とか白の爽やかで、うん、でも物をはっきりという清楚な女の子、はい、クラスのマドンナ的存在で物事をさっさっさと進めていける力があります、はい、テンポがいい女の子です。なるほど、けるまとまりましたねわ、しかもちゃんとさっさっさって入れてくれた、さっさっさが大事大事ですね、これめちゃめちゃ楽しいですね、うん、これなんかもっとこう文字が多かったらまた、そうです ね、なんかみんなでやってって、うん、超あの名字と名前とかにしちゃうのもありだし、確かに確かに、めっちゃ大変ですけどね、それで一人にするって大変だから、うん、それはいろいろ考えてやるのも楽しいし、うん、なんかあのあいうえおの、ね、うんうん、一覧一文字ずつになんか性格というかキャラクターをつけていくみたいなゲームを、うん、あの友達から聞いて、はい、あ、それ面白いなと思って、みんなにもぜひ、めっちゃ楽しいからやってほしい、確かに、うん、なって思いますね、うん、じゃあ今日は、はい、ひさちゃんと伊作さんという2人の、はい、しかも伊作くんじゃなくて伊作さん、いや35歳だからさ、くんはもうちょっとあれかなと、ちょっと目上ということで、目上なのでさん付けで伊作さんということで2人誕生しました、はい、はい、ということで
言葉の不思議、はい、はい、今日はここまでです。はい、ということで、はい、エンディングです、うん、もう30分になっちゃいました、ね、あ、本当だ、早かった。うん、今日はやりたくないことやってみようと言葉の不思議をお送りしました。はい、あやことあやかのランデブーでは感想のメッセージをたくさんお待ちしています。はい、そして、投稿を、待っているコーナーがいくつかあります。うん、あなたの夢聞かせてください、2人が勝手に応援しちゃいますのコーナーと、お悩み相談コーナー、あなたの折り勝手に解体しちゃいますの、この2つのコーナーは皆さんの投稿をお待ちしています。小さな悩みから大きな悩みまで、そして小さな夢から大きな夢まで、皆さんの投稿をお待ちしています。ということで今日のあやかとあやかのランデブーいかがだったでしょうか。はい、ここら辺でお別れしたいと思います。それではおやすみなさーい。